県内の小学校は今日で3学期が終わり、子どもたちは明日から春休みに入ります。輪島市の大谷小学校では午前11時から修了式が行われ、1年生から5年生まで71人の児童が参加しました。式では富水聡校長がこの1年間で変わったことやできるようになったことを尋ね、子どもたちは縄跳びができるようになった、走るのが速くなった、発表するのがうまくなったと自らの成長を報告していました。富水校長は、自分の命をきちんと守ってください、皆さんの命がなくなることは家族の命がなくなることと同じですと話し、明日から始まる春休みの過ごし方について注意を呼びかけていました。今の学年の復習とかをして次の学年につなげたいです。6年生に向けてしっかりと、みんなをまとめるようにパワーアップしたい。輪島市では来月7日から新学期が始まります。大谷小学校では同じ日に入学式が行われ、新入生17人を迎えます。